久しぶりに帰ってきたよ。俺だよ、ストーリーリンク。何？ムーじゃヌーか。ライダラキューン、ヌーの情報が更新されましたよ。え？どんな記事？今回の特集は、入ってはいけない魔人の部屋だそうでウィス。魔人ってなんだ？魔人の部屋、何やん。真夜中に聞こえてくる音楽に導かれて光を放つ不思議な入り口に入ると、一つ目の魔人がいる部屋に迷い込んでしまうそうでウィス。部屋の奥に進んでしまうと二度と部屋の外に出られないよだとか。怖い、やばい。でも光を放つ入り口ってまさか気まぐれゲートのことにゃん。おう、確かにその通りでウィース。大門教授に教えに行きましょう。さて、これでクエストをやってみよう。キークエストをクリアして、ふんたらふんたらふんふんってやつ。よし、さあ大門教授来たよ。近かった、すげえ。おなんかあった？あったよ。ヌー見てくれ。受けてくれっていうヌーやったやん、さっき。渡せばいいんかな、これ。魔人の部屋って噂があるみたいなんだけど、真夜中に一人で歩いていると音楽が響いてくることがあるんだって。その音楽に導かれるように歩いていくと、光を放つ不思議な入り口が現れて、やばいよね、この時点で。なんか気がつくと一つ目の魔人がいる部屋に迷い込んで出られなくなっちゃうんだって。やばそう。この光を放つ入り口って気まぐれゲートと関係あるんじゃないの？違う、なんか全然。やっぱりね。何？ウィス？なんかしてんの？噂が聞いたことがあるわ。それも怪しいと思ったの。だったら言ってくださいよ。私が聞いた噂では入り口に関しては触れられてなかったから確証も出なかったの。お手柄よ、大太郎くん。やったぜ。お金ちょうだい。よし。話が早いわ。私の調査によると、この辺りの釣り人たちが噂の出所みたいなの。おお、手がかりになりそうな情報でウィスねん。さあ、手がかり、噂の出所をつかんだ。な、釣りしてる人に聞くんだね。君、お願いねって。私なんでウィスね。行こうぜ。よし。じゃあ、とりあえずミステリークエストでーす。行きましょう。さあ、このままナビ続けてやっていきましょうか。サクッと行っちゃいましょう。よし。さて、ノースピスタ地区にいる釣り人、ね、に話しかけに行きましょう。さあ、もうこれで、イナホも、この俺のね、男の子パートの方も、自転車をゲットすることができましたのでね、かなり移動が楽になってきましたね、ほんと。ジバニアのすごい全速力で走ってついてきてくれるけど、なんか申し訳ないよな、これ。ジバニャーン走るニャーンジバニアなんかめんどくさいニャーンとか言いそうだけど、なんだかんだ言って、ついてきてくれるあたりね。かわいいやつだよ。よし。そんじゃまずね、一つ目、ここにいる人、釣り人から話聞こうぜ。こんにちは。ねえ、お兄さん、魔人の部屋って聞いたことない？何それ。なんか噂なってるって聞いたんだよ。あー、なんか誰か話してたよ。誰誰？なんだっけな、なんとかの部屋に入っちまったやつがいてな。うん。慌てて外に出たら転んじまって泥だらけになっちまった。俺は寝ぼけてたんだろうと笑い飛ばしまったからね。この噂か？お！泥だらけになった男がいたってことは、その入り口は泥があるとこだよ。確かにね。転ばないように気をつけてくださいね。泥で帰ったらお母様に叱られますよ。よし。まあ、一つ目のね、いい情報は聞けましたね。泥っぽいところにいるかもっていう話ね。よし、ちょっと道迷っちゃった。さあ、ここどっから上上がんだ、どっから上上がんだ。上上がるとこ遠いぞ。さっきんとこが結構めんどくさい。よし。さあ、次は2人目の情報者の方行きましょうか。もう一個ね、クエストでマップではここにいるよって出てますので、そっちに行きましょうか。今度ジバニアンじゃなくて、なんか別の連れていく。カルラとか連れていくねえ。 SS だからな。 S は俺好きやぞ。よいしょ、君やな。こんにちは。おや、なんかよくかい？君たちも釣りがしたい？へぇ、俺たち、魔人の部屋について調べてるとこなんだ。なんか知らねえか？ああ、聞いたことあるよ。教えて。夜中に歩いてるとリズミカルな音楽が聞こえてきて、近づくと、不思議な入り口が足元から光を放ちながら現れる。足元から？
これ初めて聞くね。走ってるデブい一人だ。出られなくなるかもって聞いたから入らないようにね。さっ、見つかったね。よし、さ、大門教授のところにね、あのドヤ顔で叩きつけに行きましょうか。ういーっすってさ、この2つの情報で場所特定できんのかな。俺この USA でさ、泥まみれになるところとか、うん、全然わかんねえからさ。よいしょ。おっと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 。あとは俺、そりゃ、ガシャ引きたいな。ガシャ引きたいな、先に。ダイモン教授もいいけど、やっぱ俺はさ、大事なものがあると思うんだよ、やっぱ。うん。ガシャを引くっていう。だってこれ、妖怪ウォッチじゃん。100円入れてガシャ引こうよ。引きまーす。よし、さあ今日はまだ初めてですのでね、サクッとぴゃぴゃと引いちゃいましょうか。前回ちょっとダーツ残しちゃった、引く回数残しちゃったんですけど、まあまあいいや。ウィー、さあこれ何回でしょうか。カモーン。4回。なんか1回とかあるよね、ほんと。えぐいな。よし、さあガシャ回しましょうか。はい。さあ、あんまメダルも持ってないんですけど、エルシャクレロって かっこいいからこれにしよう。じゃあ、ルーレットスタート。エルシャクレロ当たってくれよ。頼む！来てくれー！ 1 個しか当たりない。頼む、頼む。もっと右、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 もう一個右、もっと右に。あー、そこーん！だれーん！お前ーん！鉄ーってなんか釘バット。怖い、怖い、怖い、怖い。よし、次でーす。コタロウ欲しいな。じゃあコタロウください。行きましょう。なんか赤が、ちょっと黄色が1個だけってこの状況って当たる気しないんだけど、ほらもう行き過ぎたよ、もう。あっす。青色。粗末な腕は、いらん。くそー、さ、もう1個か2個回しましょうか。カンフーマッハですね。さ、この、ね、ポカポカのコイン使っていきましょう。さあ何が出るかな。出ろ、黄色、黄色。ああ、もうそのなと感じで止まるのはダメなやつ。はい、もう一個。あっす。さあまた小当たりで、お前だ。銀庫消しもういらないよ、もう。うわ、今日俺全然運いいことなんもなすびじゃん。うわー、うわ、じゃあどうしようかな。鬼神のバッチでももらおうか。うん、行くわ、これ、桃コインで。あ、回るボタン押しちゃった。なんつうことよ。うわ、そう、死んだやん。もう、最悪や。帰ろう。天使ちゃん、知らねえよ。今日はもう使えません。さよなら、さよなら。うわー。ガシャでこれ、爆死した日ってなんかすげー、テンション下がらん。今、俺、その状況やで。もう、帰ろうかなってなってる。大門教授、行きだよ。ねえ、見つけてきたよ。うわ、なになに。足元から光るのと、泥まみれ泥ってやつ。ノースピスタ地区の中心で、噂が広がっていて、ある程度現場考えるね。川沿いかな。あと聞いた話は、転んだら泥だらけになったって言ったから、地面が土。かなり分かってきたね。あの、二人目の釣り人のあたりかな？入り口から光を放ちながら現れたって言ったらしいです。ウィース。足元から、下から上に上がる扉？どういうこと？ウィーンガシャ。シャッターのこと？それを言おうと思ったの。本当に？なるほどって言ったやろ、あんた。じゃあ情報まとめましょう。つまり、魔人の部屋は川の近くで地面が舗装されてない場所にあるシャッターのある建物ってことね。そう、都合のいい建物ありやしませんって。あるぞー。ノースピタシークの西側に倉庫があった。あそこは地面だぜ。行ってみましょうか。どこだろう、いっちゃん端っこか、あの、吊り橋渡ったあたり。よし、さあ、ノースピスタ地区の怪しい倉庫に行きましょうってことなので、今からズワーッと行ってみましょうか。ね、よし、自転車乗りながら行こう。
3DS でさ、みんなあの左にグーって倒してるとさ、だんだん手がずり滑っていってさ、なんかうわーつるってなれへん止まっちゃえへん、つるっていって。俺の気持ち分かる人みんなおるやろ。おらんかな、おらんかったら落ち込むんやけど、だからなんかうまいこと手を何回も位置戻したりとかしなきゃいけないんだけど、俺だけかな、 3DS の俺のゲームパッドがヌルヌルしてるだけなのかな。俺のがね、手洗うか、洗ってんだよちゃんと。ダサい指輪、うわダサいな、確かにこれ木でできてる。よし、そしゃあさあこの辺りでしょうか。ガレージ、ダイモン教授早くない？コート早いでウィース。よし、さあダイモン教授に話しかけようってことなんだけど、まあそんなより前にやっぱ探索ですよね。ドーナツ落ちてた、みんな食べる？俺食べない。これ妖怪にあげよう。ひどい。確かに全てを、表す場所はここで合ってるね。さあ魔人の部屋なのかな、行ってみようか。何が出るんだろう。奥に進んだら出られないって噂もありましたし、ゲートがあるはずよ、普通の倉庫ね。どうしようか、秘策を用意してあるのよ。なになに、行け気まぐれミヤブール、ミヤブール。何それ、ふうもいいわ。うわ、なに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 、どこ出てきた。ビンゴ、早く入ろう。ウィスパー以外乗り気やねんが。行くぞー、飛び込め、行くぜ。何ここ、うわ綺麗な部屋ですね。ここが魔人の部屋、異次元空間みたいね。うわーなんかすげえなー。オッケー、誰誰、オーディエンスみんな、ウェルカムだぜ。上げてけ上げてけ、出すやつはノーセンキュー。ワクワク行こうぜ、ここは気まぐれパーリールーム、ウェーイ。パーリーか、魔人の声なんか違うんだけど、テンション高い声が響き渡ってましたね。パリピーかよこれ。ダイナラ君、何これからはこの部屋を積極的に調査していくからね。よろしくね。よろしく。やだよー。多分これあれかな、気まぐれゲートのボール的なやつ、あれをはめ込む部屋ってことかな。じゃあ、ミコステリー解決でウィスー。サクッと攻略でしたね。ウィス。さすがです。はい。経験値いっぱいくれよ。あ、ちょっと待てよ。なんか経験、あれやん。さっき、天使ちゃんの本ゲットしてたよな。おい、いいぞいいぞ。さ、とりあえずこれ当てよう。あー、おし。さ、何が当たるかな。真面目に生きる、頼むぞ。真面目な男は俺です。あっす。おい、行こう。あー、横行かない。もう、よか、コーラ。コーラ嫌いやって、俺だから。さ、これでストーリーロックが外れて、何が行くの？面白いところもあったなぁ。つぶやきネタゲットビーッス。注目浴びそうでビーッスよ、ドゥフフフ。それにしても、ゾンビ追い払ったり、面白い部屋見つけたり、お前と一緒にいると退屈しねえわ。俺もマックと遊ぶの楽しい。そうか、じゃあ大体だ。お前は今日から俺の親友だ。イエーイ、俺、マクドの親友だ。ダイダラ君、エイリアンって呼び方に突っ込みまーん。お前なら、お前らになら、あれ教えてやってもいいかな。何あれって。魔人の部屋も面白かったけど、もっと面白いものがあるんだぜ。何あれも面白いことって。じゃ、時計屋に集合な。オッケー。なんやろな。さあ稲穂に切り替えたらストーリーがリンクするぞーっていう。まあ稲穂ルートも解禁されたってことでしょ。まあその前にこっち見ましょうか。調査しましょう。しゃあないな。とりあえず、うわー、すげーな、これ。なんか、軽減値1800ってやばくない？じゃあ、早速調査始めましょう。ゲートボールが3ついるわーっていう。あるかなー。3つあったら来てねー。街を出て探しに行きましょう。まあ、これは、ね、気長に進めていきましょうか。多分3つ
あると思うんですけどね、僕。どうでしょうか。OK。じゃあゲート開くわね。中に行きましょうか。ウィース、行きまウィース。行かないの、大門教授。外で待ってるわー。うわー、こいつ危険があったら逃げるタイプや。こいつ子供を犠牲にして。行くしかないよねー。よし。じゃあセットしましょう。ゲートボールセットオン。S。5個しか持ってなかった、俺。ういっしょ。はい。オープンじゃ。Yo, my man, listen to the 聞いてくれ。何？聞いてくれ、聞いてくれ。この気まぐれルーム、気まぐれパーリールームには、4つのお楽しみブースを用意したぜ。アゲアゲなバイブスで最後まで楽しんでいけ、イエーエンドまで上がってくるのをマジでエクスペクトだぜ。まあ、待ってるぞっていうことだね。4つのお楽しみブースを攻略してマジのところまで来るのを期待してるって意味ですよ。よし。まあ、全部攻略したらさっきのけ、なんか、あれもらえるってことなんでしょうか。なんでしょう、これ。すごい不思議な感じしますね、ここ。宝箱。大経験値ダーマじゃん。ちょ、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 そや、俺が前したかったことですね。ちょっと待ってくださいね。無茶ぶりっ子なんですけど、性格が非道なんですよね、この子。回復の術を使うのに。ですので、この子の性格をね、優しいに変えたいと思います。で、その俺の時にゲットしたこれ、癒しの天使ちゃんですね。これを使ってあげましょう。優しい。オッケー。優しい天使ちゃんがね、これで誕生しました。本当かな？まあ、この多分お楽しみルーム的なやつは、何なんでしょうね、結局。まだ関係ないのかな？もう意味あんのかな？よいしょ。とりあえずなんか、入れそうな部屋がちょっとあるので、入ってみましょうか。気まぐれゲートの底入れないけど。お楽しみルーム、これですよね、多分。入ってみましょう。ウェルカーム！何これ？気まぐれショッピング。ショッピングカードで爆走してもらうぜ。アゲアゲなってきたろー。チェキだよ。何？敵オールで普通に。強いんかなこれ。大丈夫かな。絶対ゲートボール足りひんから。あかんと思うけど。なんか見たことないような妖怪ばっかりやけど大丈夫これ。強いぞ俺だって。よし。このチームみんな強かった。SSA っていう。もうそんじょそこらのね、妖怪たちにはもう負ける気はしないってやつ。よし。なんかパンチ、パンチしろ、パンチしろ。よし、刺された。ピヨピヨノックアウトって、顔決めんな、お前。味方が混乱した。やべ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 。手でお払いしてあげましょうか。よし、倒しちゃった。シール剥がせのやつだけちょっとめんどくさいよね、なんか。経験値64、お金1ドル。わっ！ピヨピヨ子！かわいい！なるなる友達。ピヨちゃんじゃん。ピヨピヨ子！声やばいな。ピヨピヨ子！イエイ！友達！特に、レジェンド捕まえるやつではなかったね。ここ何なんだろう、結局。うわぁ、ちょっと妖怪いっぱいおるな。少し奥まで歩いてみましょうか。結局は、何なんだろうこれ。わかんないなぁ。このカートを使って、わお。カートを使ってタックルすんの？カンペちゃんだ。あ、カンペちゃんかわいい。でもカンペちゃんもう、この敵の妖怪全部もう、ね、仲間にしたことあるやつだから、全然大丈夫。もうやっつけていいよ全部。よし、もう横並びで、全部やっつけちゃえ。カルラの煉獄の術があんま効いてなかったね、今の敵。やべ、お手柔らかに、腕立て100回、うえぇーおきつい腕立て100回は。よし。うぅ。よいしょ、お払い完了。さあ、とりあえず、お払い完了マスターしていきましょうか。おい、うい。頑張れ、やっつけて。よし。さてよ、お払い。よいしょ、また。お払いだけで経験値結構稼げた気する、今回。これ114ももらったのよ、雑魚的で。
やばない？で、これ何なんだろう。あ、こういうこと？おお。こうやって、こうやって、こうやって、ウェーイっていうことね。爆走してもらうぜって、そういうことか。あー、ショッピングシャープに、またですね、こちらで爆走していただきます。よいしょー。うわー、これむずいわ、結構。お楽しみングルームじゃん、これマジで。だから、的確にジャンプして、ここでもうブレーキ。ね、死んだ。でも、これ、気まぐれゲート開けない状況下でさ、やって大丈夫なんかな、これ。よいしょー。おーっと、止まった。ゆっくり行きましょう、ゆっくり。特にタイムアタックとかでもないのでね。無理せずに行きましょう。オッケーオッケーオッケー。おっと、ここなんか降りたら、宝箱がありますが、妖怪もいますね。宝箱優先しましょうか、これ。よし。妖術大百科。特にいらないものでしたね。ふうひょー。死んだら最初からっていうのが、なかなか哀愁漂うっていうか、厳しい世界ですね、これ。ちょ、これ、あかん、これ、一生歩きせへんわ、みんな。ちょ、待って、これ、じっくりやらせてくれ。今回もうラストチャレンジだと思って、行こう。よし。大丈夫、大丈夫、大丈夫。俺はできる男。できたら、やれる男、やれたら。そう、どんなゲームでも、華麗に一発で決めてきた。そう、俺だ。俺はいつでも、ゲームがそこそこ得意。得意な男だ。あの、大空箱は俺は、ちょっと、諦める。後で取りに来る。な、まずは先へ行こう。行くぜ。ここも降りた宝箱があるわ。それはまた今度。よし、行くぜ。うふう、来たぜ。さ、めっちゃしんどい。ここさあ、さらに奥へ来ました。魔人、これもしかして。こんにちは。こらこら、頑張ったじゃない、クリアだよ。え、おかんと戦うの。戦ってみよう。全力が基本、手を抜いてあげないからね。大丈夫かな、勝てるかな。よし、それでは行きましょう。バーサス。おかん。おかん、いかんやかん、あかん。ちょっとガチで行きたいと思います。さ、まずは影村さんが、影してあげましょう。よし、さあ、移動できなくなっちゃったか。うわー、移動できなくなったのに、この、破れかぶれはちょっと意味がないが。オッケーでしょう。サクッと必殺技を当てちゃいましょう。いったれい。影村さんすげえ食らってるダメージ。さあ、レア玉きたきたのまーいちゃーん。当たらんかったん。よし、よし、さらにいきましょう。食らえ、カルラエン。カルラって絶対もアニメとか出てきてるんじゃねえの。超強い。いいね、いいぞ。あー、自分で回復しやがる。さあ、おかんもう体力ないじゃん。なに、おっぽよー。大勝利じゃ。ま、大したことねえな。よし、経験値30しかないの。道中の敵の方が強かったぞ。よし、クリア。ぶっ飛んだ部屋でしたね。行きますよ。まあ、こんな感じでこの気まぐれゲートの最深部を目指していく的なテキーラですね。うわー、帰り道。あー、そういうこと。ヘイ、気まぐれショッピング抜けたな。俺からのプレゼントだ。フォー。オッケー。まあこんなもんでしょうかね。今後は多分このね、ゲートボールまだ10個必要になってくるとかなってくるので、まあ、とりあえず、1個目攻略って形で、今後はね、どんどん集めていきましょう。あの、道中の宝箱は、まあ、また今度で。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。次は時計屋に行くぜ。じゃあの。